ジュール・ゲイド・エド・アール・バイアンフランス国社会党は1902年に結成され1905年まで存続したフランスの社会主義政党。略称は PSDF。現在のフランス社会党の源流の一つ。訳語としてはフランス社会党とする場合もある。19世紀末から20世紀初頭にかけてのフランスの社会主義運動は 政党が乱立し政治的には4分5列の状態に陥り、大同団結して単一の社会主義政党を設立することが求められていた。しかし1899年のアレクサンドル・ミルランの入閣問題をめぐり社会主義者は支持派、反対派に分かれて対立し、早期の統一は困難な状態にあった。このため左派ではジュールゲードに指導され集散主義を掲げる。 労働党とエドアール・バイアンに指導され、ブランキズム的傾向を持つ革命的社会党が1902年まず合同してフランス国社会党結成、ゲードが指導的地位についた。この後党が加盟する第2インターナショナルは1904年のアムステルダム大会でフランスにおける社会主義政党の分裂を心配し単一の党にまとまるべきことを決議した。 フランス国社会党は、この決議を受け入れ、1902年に右派により、ジャンジョレスを中心に決闘されたフランス社会党との合同に踏み切り、1905年、第二インターフランス支部としてのフランス社会党が発足した。現在の社会党の前身となった党であり、旧社会党、統一社会党とも称される。ありがとうございます。